こんにちは、食トレーニング研究所所長管理栄養士の木下智恵です。今日は電気圧力鍋を使って手羽先と大根のナンプラースープを作ります。加圧時間3分でとても柔らかく仕上がります。冷凍保存が可能なのでまとめて作っておくと忙しい時に便利です。では材料から紹介します。大根は皮を剥いて1センチ幅のいちょう切りにしていきます。切り物は大根なので以上です。切り物が終わったら電気圧力鍋の内鍋をセットしてごま油小さじ1を入れて鍋モードで加熱をします。火力は4に設定します。内鍋が温まってきたらキッチンペーパーで手羽先の水分を取って皮目から鍋に入れて軽く焦げ目をつけていきます。火加減は4から5で様子を見ながら軽くこんがりとするまで焼いてください。表面に軽く焼き目がついてきたらいちょう切りにした大根を入れて軽く炒め合わせます。炒め合わせたらお水 600ml ナンプラー大さじ4杯入れて蓋をして圧力をかけていきます。蓋をしたら手動メニューで圧力調理、加圧時間3分で調理スタートです。はい、調理が終わったので吐息をして蓋を開けていきます。はい、とっても美味しそうに仕上がりました。では味見をして塩コショウで味を整えてください。では盛り付けます。ごまとナンプラーのいい香りがします。電気圧力鍋で作る手羽先と大根のナンプラースープ、栄養価1食分、エネルギー 198kcal、 タンパク質 13.5g、 脂質 12.8g、 炭水化物 20.4g です。4群点数法の点数は1食分第1群0点、第2群 1.9 点、第3群 0.5 点、第4群 0.3 点、合計 2.7 点です。4点群数法って何っていう方はこちらの動画をご覧ください。おすすめ献立は手羽先と大根のナンプラースープ、ベジヌードル人参サラダ、ご飯 150g です。この献立ですと1食分 605kcal になります。冷凍で保存も可能です。ダイソーで購入した 500ml の保存容器に入れてみました。冷めたら蓋をして冷蔵庫か冷凍庫で保存をしてください。保存期間は冷蔵なら3から4日間、冷凍は4週間ぐらいです。早めに食べましょう。はい、今日は電気圧力鍋で作る手羽先と大根のナンプラースープを作りました。電気圧力鍋に入れたらあとは放置でできちゃいます。手羽先とナンプラースープはご飯にもよく合いますが、フォーを入れたりうどんと一緒に食べても美味しいです。フォーやうどんと一緒に食べるときは味が少し薄く感じると思いますので、塩やナンプラーを足してみてください。レモンも添えても美味しいです。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。電気圧力鍋で作る手羽先と大根のナンプラースープ、食べてみたい、美味しそう、作ってみたいと思われた方はいいねボタンを押してお知らせくださいね。食トレーニング研究所 YouTube チャンネルでは、管理栄養士の所長が一生太らないレシピやコツを紹介しています。一生太りたくない方でまだ登録されてないという方は、今すぐ登録をお願いします。作ってほしいレシピや取り上げてほしいテーマがある方はコメント欄で教えてくださいね。それではまた次回の動画でお目にかかれること楽しみにしています。